こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。オーストラリアアマゾン輸出がおすすめです。日本人が安心して長生きするためには、自分で稼ぐ力をつける必要があります。ね、今、日本では、このね、老後破産、長生きリスクというものがね、かなり話題になって、まあ、対策どうするんだと。まあ、もしかしたらお手上げじゃないかと。ただそうは言えないんでね。 えーまあ、大丈夫と。まあ、大丈夫というか、言い方がだんだん変わってきてとか、制度が変わって、えー、制度の内容がち違うというようなね、話になってます。まあ、年金、年金もらえるなんて誰が言ったと。まあ、昔ね、年金もらえないなんて誰が言ったってコマーシャルありましてね。まあ、コマーシャル出た女優の方が、まあ、年金入ってなかったというギャグみたいな話があったんですけど、まあもっとい,い。まあ今ね、話題になってます。 ああ、取り方を勝手に間違えたねというような話がね、年金で起こる可能性が高い、起こる可能性が高いというか、もらえるわけがないというのがね、えー、まあ、簡単な算数の問題ですよね。働いてる人より、働いてない人が多いのに、わずかな働いてる人のね、えー、少ない給料から、ね、働いてない年寄りの、えー、雇っていく年金を払えるわけがない。 まあ昔は年金は必ず出ると。なぜなら国が約束してるんだから黙ってろというようなニュアンスでしたけどね。最近さすがにねえ、もう無理でそろそろね、ソフトランディングの準備が必要かなという感じで。まあ、年金っていうのはね、金融商品でも何でもないと。保険である。何に対する保険か、ね。長生きリスクに対する保険だというような言い方を始めました。ね、まあ、 言い方変わってきてるってことは、どんな制度になるか。まあ、う、えーまあ、薄うす検討はつきますけど、もとね年金どうなるか、ね、それは置いといても、まあ、もし年金当てにしてね、年金だけを当てにしてなんとかなると思ってて、自分で稼げないといった場合ね、えー、もうどうにもなんない未来が待ってると。まあ、それならなんとか対策できる今のうちにね、えー、自分で稼ぐ力をつけるのが、えー、最も、えー 現実的で有効な手であるということが言えます。幸い、日本はね、えー、いい商品を安く作って、えー、いますんで、まあ、輸出、ビジネスに目を向ければ、日本には儲かれ商品はいくらでもあると。しかも、ねえー、商品が少なくて高いオーストラリアで、えー、世界最強のネットショップであるアマゾンが今ね、本格参入の準備をしているところです。 で昨日はねえ、ちょうどオーストラリアアマゾンの、えー、メロブルンの倉庫に行ってきました。ね、なかなか拳銃、えー、警備厳,厳重でね。で、敷地も、まあ、おそらく倉庫をね、もう一棟楽に建てられる敷地を確保してました。同じ場所にね。ですんでね、まあ、まだまだやっぱテスト段階という感じで始めてるんだなというのが、ありありと分かったんですけど、まあ、これ本格参入した日にはね、えー、かなり えー、売れて儲かる市場になります何しろ例えばね先行している ebay なんかでこの、えー、まあくだらないっちゃくだらない、えー、プラモデルの部品1600円の部品がね110オーストラリアドル約9000円ぐらいだから5倍以上で売れてるわけですね。でこういうい商品がゴロゴロロあります そんなわけでね、オーストラリアってのは非常にこの日本商品を売るには魅力的な場所ですし、まあこれからアマゾンが本格参入するんでね、今取り組むには一番いいタイミングだろうと。で、まずはこちらをクリックしてね、もっとどんな商品が差額があるのか、で差額があるのは分かったけど英語だしね、どんな形で始めればいいのか、サポート、 あるのかサポート、どういうサポートを受けられていくらかかるのか、まあ、その辺の情報はね、ここをクリックすると、まあ、ノーリクスクで無料で確認できますんで、クリックして確認してみてください。以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。